さんって、はい、地元が、はい、奈良県じゃないですか、はい、東京で、はい、友達いますか？東京の友達は一応いるのはいるんですけど、でもその友達も大阪と東京行き来してたりとかするような友達です。東京にたまに仕事で東京に来たりした時に遊んだりとか。僕の友達も芸能やってることを多分知ってるんですよ。なので多分忙しいだろうから誘わないっていうのもあると思います。遊びたいんですけど友達と、でもなかなか友達がいなくて、いつも家で寝てたりとか、姉と行ったりとか、そういう友達とは全然休日は過ごしてないです。でも遊びたらいいなと思ってますか？遊びたいです。そのこういう動員がなくてさとか相談しないんですよ、メンバー同士でも。だから話す人がいないっていうのはあるよな。友達に動員のこと相談しても別にあんまり分かんないじゃないですか、芸能のことやってないと。だから結構一人で悩んだり一人で解決したりすることが多いので、みんなそうなんですけど、一番10番全員休みとかにしてみんなでどっか行くとか、このカメラの仕事もなしっていうのをやったら、したらもっと仲良くなれるのかな、もういい関係築けんじゃないかな、メンバー同士っていうのをすげえ思ったりはしてます。例えばこの間あの滋賀がなんかディズニーランドとか行ったりしてるっていう、ああいうのもまあ10番でも一回やることによってなんか結構こうまた絆は深まるのかなっていう感じは、どうしてもここの中だけだったりとかでの付き合いになっちゃってるんで、例えば悩みが大きければ多いほど人に言えないんですよ私。なんであんまり言わないです。人に、親とかにも言わないです。友達もやっぱりこの芸能やってる子じゃないので、悩みとかあんまり友達とかに直接的には相談しないんですけど、もうその友達に会って全く悩みとか関係ない話をするだけでもすごい私にとってすごいリフレッシュできて心が休まる時間なので、本当に友人と会う時間がなんか大切な時間です。